カール・ハインツ・ホフマンは、ドイツ民主共和国の政治家、軍人、ドイツ社会主義統一党政治局員、国家人民軍参謀総長、国防省を務めた、上級大将。ホフマンは1910年、マンハイムの労働者家庭に生まれ、義務教育終了後は1925年から1928年に、かけて、機械校としての訓練を受けた。 1926年から1930年にかけてはドイツ共産主義青年連盟に所属し、1930年ドイツ共産党に入党。この間にデモ参加と暴力沙汰により短期間の交流を経験している。1933年にはナチスが政権を掌握したため、共産主義者であったホフマンは弾圧を逃れるため潜伏。 ゲシタポにより手配され、1933年から1935年、ソ連に亡命。1935年にはスイスに逃れるが、同年再び、ソ連に移住した。1936年、リャザンの士官学校に入校し、中尉に任官。1936年から1937年、第二国際旅団、ハンスバイムラー大隊の政治委員として、 スペイン内戦に従軍し、1937年から1940年に、第11国際旅団に配属された。1941年には、内務人民委員部の要員となり、パルチザンの教練を担当し、独ソ戦勃発後は赤軍に入り、ドイツ軍と戦った。1946年1月、東ベルリンに戻り、 ビルヘルム・ピーク及びバルター・ウルブリヒトの個人的な協力者となる。その後、ドイツ人民警察の副総局長。1950年から内務省の総局長。1952年7月1日には、平衛人民警察隊長となり、中条に除された。1950年、人民議会議員となり、1952年にはドイツ、社会主義統一党中央委員に選ばれた。 1957年にはソ連軍参謀本部軍事アカデミーを卒業し、同年12月には国防第一次官となった。1958年3月に第一次官職が廃止されると彼は国防次官兼国家人民軍参謀総長となった。表敬訪問した軍事アカデミーの卒業生を出迎えるエイリッヒホーネッカー国家評議会議長と ホフマン国防省1959年大省に昇進し、翌1960年国防省に任命された。1961年には上級大省に上り、1969年にソ連軍参謀本部軍事アカデミー付属高等学術課程を終了。1975年統制事局員に選出。 1985年のその島で国防省を務め、国家人民軍の頂点に立ち続けた。ありがとうございます。